ちょっと待ってください。ダメか。おっしゃ。ああいいな。オッケースオッケース。ごめんな。ありがとう。はい、よかった。あー取れた。危ねえ。いただきフィッシュで。もともとしてパンパンと跳ね上げた時にもう糸パンと走って。はい。でした。結構出た当時トズラなんかに投げてもそんなに投げてる時間数。最初全然入ってなかったもんね。うん。全然投げてないのに短時間で結構パンパーンって2匹ぐらい速攻で釣れて、あ釣れんだぐらいで、はい。いやでもそれに食ってくるとやっぱそのアベレージよりは大きいのが食うんで、へーなんて思って、ダメだ。いやー、迷走して出してるな。なんかあと何本ぐらい？あと、1.5 袋ぐらいですかね。すげえじゃん、俺よりある。え、そうなんですか？あー、俺ダメ色が入ってる。だからさ、これグリパンがないんだよ。あー、はいはい。グリックがもうない。はい、桜ザリガニじゃ、桜ベビーとグリパンフルフレークだけが欲しい感じだな。あんまり色こだわらないじゃん。な、何番の針がいいんでしたっけ？俺はね、あれ TNS ってあるじゃん。はい、はい、早山さんの TNS の50 50番か。あ、欲しいっす。バーブレスちょっと最後バーブレス、はい、白しかない。白が強いそうなんだよな。やめなさい、そんなこと言う。白染めてる。はい、ただここだけは白でも良さそうだ。許してくれそうだけどね。はい、むしろあんま見たことないな。やわらさんの群門に下ります。最後今完全に俺が田中の群門に下ったやつだから。いやいやいや、ダメか、もう終わりだ。ここで、いやあ、もう禁止だよ。クロスケの命名までしてトップは投げない。持ってないからそもそも一番最初のきっかけは山田さんのこれの異常なバイトラッシュからですもんね。釣れ始まったのは、うん、風が吹いてて、うん、この間4も持ってるからさ、4投げてみたけどさ、もう4はきついのに抑えきれない。そうですね。20何グラムある。20何グラム、1オンスじゃん。はい、25とかなんだよ。4だ。
ここでラインが走ったんです。あれはバレたのか。そうです。でもいたのがほとぼり冷めたら定点してくれてんだったら、ここら辺にもう一匹。はい、ふう、緊張する。やばい、山田さんの8ポンドと一緒でミディアムライト2本欲しい。今日結局持ってきてみたんだけど、あのタックルアイランドのホリールにある6号、はい、ダメだよね、やっぱり。ダメ。いやだから7フィートっていうのがこの糸たるませるときに超必要だから。ああ、なんなら7号ぐらいのサーゴ欲しいんだよ。うん、はい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 。だから俺行くときさ、17ポンドでカバスケやってたじゃん、はい、カバステースとかはそうじゃん、はい、それはその長さでこう倒して糸をなるべく送り込みたいんで。ああ。まだ座ってやんなきゃいいだけなんだけど。まあ次なあ、出たら買うなあ、これ 3.5 インチ。なんか正月ぐらい何回か見送ったんですよね、見かけたんですけど。マニアックスとかに普通売ってたんですよね。オンジョーンとか思って、結局関西のやつは関東にもあるって気づいて。はい、どこもみんなネットやってんじゃん。藤岡さんもそうだし、マニアックスも売ってんじゃん。はい、こっちなんじゃんってなって、で冬の琵琶湖で釣れてたから余計なくなっちゃったんだ。ああ、ちょっと見てなところで釣りしてきてくださいタートルマウンテンがあるからさいやこれ用にやっぱ 610M もやっぱ買うかな。ベルサートいいな。はい、長くてもうちょいパワーやん。でも今これミディアムライトで使って、このタフブランクスってなんか強いんで、すげえこれで扱いやすいんですよね。はい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 、それはそのシリーズである。はい、まだ出てない。6月発売なんですよ。でそれ待てなくて短くて弱いこっち買ったんですけど、結果でもこの釣りでやろうと思ってそれ買おうと思ってたんですけど、その後あのダウンショットパターンが生まれて、ダウンショットだったらこっちの方がいいやと思って、で実際に初回、あとまあ背びれチリチリやりたい時とかこっちの方がいいやってなってたんですけど、山田さんのチョーカー見るに 610M でしっかりフッキング決めて、で長さで糸もちゃんとたるましてだったら2万円だったら買ってもいいなと思って。バルナも全部これだと。ああ、はい、
対岸行きましょうか。うん、おっしゃ、移動一頭、移動一発目、よっしゃー、ヤマサワリ青を取れた。初牛久カバスキャフィッシュ、小さいけど嬉しい。ヤマさんのおっしゃる通りでございました。ついに俺にもカバスキャフィッシュが来た。いやー、もうさっきヤマさんの超巨大なのねえ見て、あ、これだってちっちゃくないよ。真似して真似しての一匹40あるなしって感じですけど、嬉しいと走り出した。こうして小さく見せてる。こんな感じですけど。いやー十分ですよ。いやー白ですね。ちょっと自分白しか持ってないんで、なけなしの白を山田さんにもらった針につけて。おお、やった。タックルの方お願いします。あ、はい、グラビアスに。ベルサートの67ミディアムライト、これミディアムライトなんですけど結構パワーがあるんで、今のもしっかりこの足の1個奥に入れて引きずり出すのにちゃんと成功しました。当たりはどんな感じだったんですか。あ、糸走ってんな、走ってんな、グイーンで来てくれましたよ。おお、やりました。いやグラビアスのねハイギアにしてるんで、当たり察知して今日は素早く合わせが入れられております。赤色がハイギアモデルですよ。じゃあこいつは脱がしたいと思います。イエーイ、やったー、カバスキャフィッシュ、うわありがとう。もう山田さんに教えてもらったカバースキャッツブな感じ、こんな感じの釣れるんすね。ね、釣れますね。いや、何回目かにしてようやく自分にも釣ることができました、うん、もうさっきのおかわりフィッシュでダメだカバスキャだって変えたら速攻食いました。はい、ありがとうございます。おめでとう。